女子代表なでしこジャパンに選ばれたのはアルビレディスの守護神平尾知佳選手です。平尾選手は千葉県出身の26歳、4年前のワールドカップに続き2度目の挑戦となります。結構そわそわしてて家で見ようと思ったんですけど一人じゃちょっと入れないなと思ってちょっとそこでサッカーしてたんですけど、でフロントスタッフの方が言いに来てくれて知りました。なんかほっとしました。はい。2011年にはワールドカップで世界の頂点に立ったなでしこジャパン。しかし前回大会ではベスト16で敗退するなど、近年思うような成績を上げられていません。その経験を代表で生かし、世界一ダッシュに貢献したいと意気込んでいます。アルビレックス新潟で戦ってて、キャプテンをやらせてもらった2年って本当に考え悩み成長させてもらったシーズンになったので、何ができるかっていうのを常に考えながらチームのためにやっていきたいなというふうに思います。なでしこジャパンは今月27日から千葉県でトレーニングを行い、来月開幕するワールドカップに臨みます。